サーフランシス・オル・シンガムは、イングランドの政治家。チューダー朝最後の女王エリザベス一世に重心として仕えた。秘密警察長官、スパイマスター的立場にあり、国内外に、情報網、監視網を張り巡らせ、反エリザベス陰謀の摘発に当たった。中フランス大使や国王秘書長官などの官職を、歴任。ノーフォーク州の旧家出身の法律家。 ウィリアム・ウォル・シンガムの息子として、ケント州チズルハーストに生まれた。ケンブリッジ大学キングズ・カレッジで学ぶが、学位は得なかった。その後、ロンドンのグレーズ・イン法学院に入学。経験なプロテスタントであったため、教皇カトリックのメアリー一世が即位すると、バーゼル大学など、国外の大学へ逃れて、法学の勉強を続ける。 エリザベス一世即位後の1558年に帰国。エリザベス女王の国王秘書長官、ウィリアム・セシルの支援を受けて、バンベリー選挙区選出の庶民院議員となる。1570年、リドルフィ事件の解決に尽力した。この事件の頃から、セシルの命令で、ウォルシンガムのもとに、情報組織が作られるようになった。 1570年に中フランス大使となる。ユグノーシエニやフランスとの同盟を求めて、シャルル旧世との交渉にあたり、1572年4月19日のブロワ条約締結に尽力した。これは、イングランドかフランスのどちらかが外国から攻撃された場合、他方は援助するという軍事同盟であり、実質的にはスペインを仮想的国としたものだった。 しかし1572年8月、ユグノーのアンリと、大妹、マルグリットの結婚を機に、フランス各地で、カトリックによる、ユグノー虐殺が吹き荒れた。この虐殺でハンスペイン派、親イングランド派の大物ユグノー貴族、ガスパールド・コリニーも殺害されたことはイングランドに、とって、打撃だった。外交官として、能力を発揮したウォルシンガムを側近に使うことを、 決めた女王は彼に帰国命令を出した。1573年4月に帰国したウォルシンガムは数密古門館に列するとともにサートマス・スミスと共同で国王秘書長官に就任した。主に外交問題を担当した。また議会においてもこれまで議会運営を主導してきたセシルがバーリー男爵に助せられて貴族院に移籍したのに伴いウォルシンガムらが 議会運営の主導権を握るようになった。当時の政府と議会は基本的に協力関係だったが、1580年代になると特許権に関する問題などでしばしば激しい政府批判が行われるようになり、議会対策には苦労させられた。情報、秘密警察業務。 バビントン事件に際してのエリザベス女王とオルシンガムを描いた絵画エリザベス女王は1570年にローマ教皇ピウス5世に破門され、以降イエズスカイ氏などカトリック宣教師がイングランドに潜入してきて反エリザベス防御を行うようになった。さきのリドルフィーンボー事件もカトリックによって起こされた事件であった。1580年代になると教皇は一層、 ハン・エリザベス姿勢を強め、エリザベスを暗殺した者には、祝福を与えるとまで宣言し、カトリックのエリザベス暗殺防御も一層増加した。これに対抗してオルシンガムは国内外に、情報網、監視網を張り巡らせ、秘密警察業務に当たった。多くのハン・エリザベス陰謀が、オルシンガムの組織によって摘発された。彼の秘密情報活動の予算は増額され続け、 ヨーロッパの主要都市ほぼすべてに、ウォルシンガムのスパイが放たれた。こうした、大規模情報活動のおかげでエリザベスは20回以上も暗殺計画から助かっている。1583年には、スロック・モートン事件を摘発した。これは、ローマ教皇グレゴリウス13世とフランスのギーズ公アンリー1世の間で練られた反エリザベス陰謀、計画であった。 ウォルシンガムは、メアリーの手紙を入手して事前にこの動きを察知し、計画の関係者であるフランシス・スロック・モートンが、イングランドへ帰国するとともに、彼を逮捕して、拷問にかけ、イングランド国内の陰謀加担者を自白させた後に、裁判にかけて処刑した。そしてスロック・モートンの自白に基づき、中英スペイン大使、ベルナルディノで面倒さも、陰謀関係者として、 国外退去処分にした。スペイン王フェリペ二世がいよいよ、イングランド侵攻を計画するようになった1586年には、バビントン事件を摘発した。これは、大陸旅行中に、ハン・エリザベス・インボーに加わったアンソニー・バビントンが、イングランドに帰国した後、パリで立案されているハン・エリザベス・インボーについて、メアリーに、手紙で報告した際、メアリーが、 エリーザベス暗殺を歓迎する返事を出した事件である。ウィルシンガムは、メアリー周辺に忍び込ませているスパイからこの手紙のやり取りの報告を受けており、メアリーが反逆的な手紙を出すまで待ってから、1586年8月から9月にかけて、バビントンをはじめとする関係者を一斉に摘発して、裁判にかけて死刑に処した。さらにメアリーも逮捕して、 裁判の末に1587年2月8日に死刑に処した。典型的な泳がせ捜査であった。バビントン事件では、フランシス・ベーコンが、ウォルシンガムの下で、重宝活動に尽力。ウォルシンガムが属していたレスター博、ロバート・ダドリーの派閥に入っていたベーコンは、イングランド国内のカトリックの同行の探索、容疑者の尋問準備と尋問の報告書作成に、 取り組んだウォルシンンガムもベーコンに目ををかけ度々彼の庶民人議員選出を後押ししている対スペイン主戦派として左から、バーリー男爵ウィリアム・セシル、エリザベス女王、ウォルシンガム宮廷内では、ウィリアム・セシルがスペインとの開戦に慎重だったのに、対し、ウォルシンガムや、女王の長身レスター博は、対スペイン主戦派だった。 ウォルシンガムは1570年代から市略船、船長フランシス・ドレークらによるスペイン戦に対する、非合法的な海賊活動を講演していた。また1577年のドレークの世界就航についてもセシルが慎重だったのに対してウォルシンガムは、強く支援した。アルマダの海戦前夜の1587年3月から1588年6月に、かけては、 スペインの軍事情報収集に全力を尽くし、スペインの動きを逐一把握することに努めた。1587年4月には、スペイン南部に相当の数の戦艦と兵器が集められているとの情報をつかみ、その情報に基づいてエリザベスはドレークに、スペインの港カディスを先制攻撃させている。1587年には、 ランカスター公領大臣に就任した。1590年4月6日に死去した。ロンドンのオールドセントポール大聖堂に葬られた。国王秘書長官職は当分空席となり、その職務は、大倉卿バーリー卿ウィリアム・セシルが代行することになった。ウォルシンガムに雇われていたスパイの多くは、エセックス博、ロバート・デバルーに雇われるようになった。 またベーコンは、兄のアンソニー・ベーコンと共に、ウォルシンガムが残した諜報ネットワークを再建。エセックス博は、彼らを加えて、バーリー教の派閥に対抗していった。ウォルシンガムの諜報活動、秘密警察活動のおかげで、エリザベス女王は、スペイン王フェリペニセやローマ教皇、イエズ・スカイなどカトリックが作動し続けた、エリザベス暗殺計画から逃れることができた。 彼の情報組織には巨額の予算が投じられていたが、それについて彼は、情報にはいくら金をかけても、高すぎるということはないと述べていた。ウォルシンガムは、カトリック的反動に反発するピューリタン的熱意を強く持っていた。エリザベス女王を、プロテスタント諸国の名手とし、カトリック諸国に対抗する勢力に育て上げることを、夢見ていた。エリザベスは、 ウォルシンガムの強いプロテスタント思想を好んでおらず、ウォルシンガムのことを、偏狂なピューリタンメと吐き捨てることもあったが、ウォルシンガムの警官には常に一目置いていたという。しかしエリザベスがウォルシンガムに友情を感じることは、最後までなかった。ウォルシンガムは資材を重宝活動に注ぎ込み、義理の息子の借金を引き受けたため、家計難の状態にあったが、エリザベスが彼に、 経済援助してくれることは最後までなかった。ウォルシンガムの家系難に同情したウィリアム・セシルは、ウォルシンガムが集めた証拠で、退虐罪の有罪判決を受けたものの、没収財産の一部をウォルシンガムにあげるべきと、エリザベスに上奏したが、エリザベスはそれを許可しなかった。そのような女王の態度を聞いてウォルシンガムは、心ない扱いと嘆いたという。エリザベスは、 小男で、色の浅黒いウォルシンガムを、エチオピア人あるいは、ムーア人と呼んでいた。衣服も黒い服を好んで着用したので、性的からは、悪魔のように思われていたという。一人娘のフランセスと孫のロバート・デバルー、ロンドン市長、ジョージ・バーンの娘アンと最初の結婚をしたが、彼女との間に子供はなかった。 その後ヘンリーセントベーベの娘ウルスラと再婚し、彼女との間に一人娘のフランセスを設けた。フランセスは1583年にフィリップ・シドニーと最初の結婚をしたが、間もなく死別した。1587年に女王の長身の第二代エセックス博、ロバート・デバルーと再婚したが、エセックス博は1601年に処刑されたため、再び死別。 同年、第四代クランリカード伯爵、リチャード・バークと三度目の結婚をするに至った。彼女は、最初の夫のフィリップ・シドニーとの間に、長女、エリザベス、二番目の夫の第二代エセックス伯との間に、長男、第三代エセックス伯、ロバート・デバルー、三番目の夫の第四代クランリカード伯爵との間に、次男、 初代クランリーカード公尺、ウリックバークを設けている。ウィキメディアコモンズには、サーフラニシスオル・シンガムに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。